はい、どうもこんにちは、平野陽子と申します。今回の放送は1級建築施工管理技士実地試験問い6番の分析をしたいと思います。この問い6番に関しては放棄について問われます。この放棄が一番点数を取りやすいのかなと思います。この理由に関しては、この過去問からよく出るんですよね、この放棄というのは。でですね、令和2年の、予想なんですけども、これもほぼ過去問から多分出るのではないかなと予想しています。問題なんですけども、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法、この3つが近年、出題されております。平成26年ぐらいからこの、システム、この3つがずっと出てきていますよというのになっております。でですね、建設業法に関しては、施工体制台帳、あとは施工体系図、もしくは平成24、21、20年の過去問が出るのではないかなと予想しております。建築基準法に関しては建て方、平成28年の過去問ですね、あとは値切りと土留め、それか新規問題が出てくるのではないかなと予想しております。そして労働安全衛生法に関しては平成28年の過去問、そして平成26年の過去問、そして平成22年の過去問、もしくは新規問題、これが出てくるのではないかなと今予想しております。で、この予想した理由に関しては、令和元年、そして平成30年、そして平成30年、臨時と通常、これ全部過去問から出ています。ちょっと文言の、空白の欄を書いただけなので、これは過去問をしっかりやっていれば必ず解ける問題です。なので、また令和2年に関しても、過去問から出てくるのではないかなと予想しております。ちょっと新規の問題が出てきたら、これはもうすいませんでしたっていう感じなんですけど、あくまでもこれはちょっと僕の予想なので、過去問からの分析結果として、多分これが出てくるのではないかなと予想しております。令和元年に関しても、全て過去問から出たので、これはもうラッキーだったなという感じでした。平成29年に関しては、1問だけ、新規問題、建築基準法に関しては近年から問われ始め続けてきた問いになるので、新しい問題がもしかしたら出てくるのではないかなという、予測をしております。なので、戻りますと、令和2年に関してはほぼ過去問から出題されていると思うので、過去15年分ぐらいの、放棄を解けば、4問、5問は、解けるのではないかなと、思っております。今回、これでもう分析のパート6まで終わったんですけども、今回で以上とさせていただきます。でですね、一応番組のタイトル下の説明欄にですね、参考文献の方をたくさん、2冊一応、パート1から貼ってやるんですけども、僕もこの動画を投稿するのにたくさんちょっと調べたんですけども、結構資料を使って、これが一番役に立ちましたね、実地試験では、分析に関しては。で、この過去問も結構解いたりして、これ2017年に発売した過去10年分のやつ。あとはですね、もうちょっと過去の問題を知りたかったので、この2014年版、平成25年から、平成16年までの過去10年間の出題傾向っていうのをちょっとメルカリで買いました。これで出題傾向を読んでいたり、あとはですね、一級建築施工管理技士実地試験の、問3と問4なんですけど、平成14年から28年のものも、見て、多分これが出るのではないかなと結構予想しておりました。で、あとは令和元年の試験問題ですね、このようなものも全部含めて、一回分析して、そしてパート1からパート6まで分けて、放送したという内容になります。ちょっと誤っているところがあれば、申し訳ないんですけども、これが、令和2年に受ける人の、役に立てばと僕は思っております。なのでですね、配信している時がかなり早い時期に放送しているので、何回も見続けてもらって、忙しい方に関してはこの的を絞ったものだけ勉強していただいて、それで効率よく勉強できたら、それはそれで僕は嬉しいと思うので、この動画が少しでも、来年受験される方の、ためになればと思っております。今回は、これで以上とさせていただきます。パート6まで、ご覧いただいてありがとうございました。ではまた次回は別の動画を配信させていただきます。